あったら香里さんの作ったチョコが食べてみたいですねということでありがとうございますね。まずは競馬が絶好調ということでね、お財布の懐はもう札束でいっぱいなんですね。羨ましい感じですけれども大丈夫ですかね。ね、なんかいい時もあるとその次がちょっと怖かったりしますよね。次のレースあたり大丈夫かなって心配になったりしないかなね、明日もね雪の予報出てますけれども影響ないといいですね。またいい報告楽しみに待っていますそっか、手作りチョコねもらったことはあるけど自分で作ったことはない。まあ男性とかだったらね、やっぱり自分でチョコを作るっていうことはない、あまりないかもしれないですよね。私はですね、実はあの男性からチョコレートをね手作りでもらったことがあるんですよ。あれはね誕生日でしたかね。で、まあ私は普段からチョコレートが大好きだっていうのをもういろんなところで言ってるので、だからくれたんだなーと勝手に思っているんですけども何かその手作りチョコに意味があるのかないのかどうなんだろうって内心ねいろいろ思ったんですけれども、特に意味はなかったみたいです。はい、ただ本当に私がチョコレートが好きだっていうのを聞いて手作りのチョコをねプレゼントしてくださった、まあ、そんなね、きっと男性からチョコレートの手作りチョコレートをもらった経験のある方も少ないんじゃないかななんて思うんですが、私もそんな貴重な経験をさせてもらったことがありますね。え、私の作ったチョコが食べたいということなんですが、嬉しいですね、そういう風に言っていただけるのは。去年はねちょうどバレンタインの時期にライブがあったんですよ。なのでライブ会場に来てくださった皆さんにね手作りチョコをプレゼントしたなんていうこともありましたが、まあこれからもですね、またそういった機会があったら、はい、ぜひ手作りのチョコレートなんかもプレゼントする機会があるかと思いますので、その時をぜひ楽しみにしていてください。さあ、ということでまだまだ皆さんからのメッセージお待ちしています。今日は手作りに関するメッセージです。この後は相模原インフォメーションお送りします。
時刻は夕方6時を回りました。改めまして FM 相模をお聞きの皆さん、そしてユーストリームでご覧の皆さん、こんばんは。古谷香織です。夕方4時からお送りしています FM 相模 83.9MHz 古谷香織の金曜ハミング、この後7時まで生放送でお送りします。さあ、この時間になってもまだ雪降っていますね。さあ、そして雪だいぶね、道路などに積もってきているようですね。自分の家の前のね、ぜひ道の雪かきをねしてくださいというメッセージいただきました。ラジオネーム相模原4丁目の佐藤さんです。ありがとうございます。段ボールを使ってね簡単に雪かきできる、やり方を書いてくださっていますのでご紹介したいと思うんですが、段ボールを60センチ ×20 センチにして、そして両手でね手前に引っ張ると、もうこれだけで雪かきができます。段ボールだけでね雪かきができます。人が安全にね通れるように、ぜひ皆さん自分の家の前はぜひね自分たちで雪かきをしていただくようご協力をお願いしますね。朝からずっと降り続いていて、この時間6時を回っても雪降っています。本当に、道が雪でね、雪が積もっていっぱいになっていると歩くのも本当に大変、転倒したりしたら大変ですので、ぜひ皆さん家の前の雪かき、ご協力をいただきたいと思います。ラジオネーム相模原4丁目の佐藤さん、メッセージありがとうございました。さあ、それではここでこの時間の交通情報と天気予報をお伝えします。まずは相模原とその周辺の道路状況です。はじめに中央自動車道下り方面へ向かう車、八王子ジャンクション付近で4キロの渋滞。その他一般道は国道16号線八王子方面へ向かう車、相模大野で1キロの渋滞。国道246号線伊勢原方面へ向かう車、厚木市私立病院前で1キロの渋滞です。国道129号線厚木方面へ向かう車、関口で2キロの渋滞。町田街道相原方面へ向かう車、相原で1キロの渋滞です。おしまいに行幸道路町田方面へ向かう車、総武台団地入り口で1キロの渋滞となっています。続いて電車の情報です。この時間相模原とその周辺の鉄道各線、大きな遅れの情報は入っていません。ドライバーの皆さん、この後も安全運転お続けください。以上、交通情報でした。続いて天気予報です。現在相模原を含む神奈川県には大雪着雪注意報が出ています。12日明け方まで続く見込みで、平地では最大降雪量5センチの見込みです。電線などへの着雪にご注意ください。相模原の今夜は雪でしょう。今夜この後の1ミリ以上の雨または雪の降る確率は 70% となっています。続いて相模原の明日は曇り時々雪または雨でしょう。明日の1ミリ以上の雨または雪の降る確率は朝6時まで 60%、 午前中は 40%、 お昼から夕方までは 60% となっています。明日朝の予想最低気温はマイナス1度、明日日中の最高気温は7度の予想です。明日の朝も、寒さ厳しくなりそうです。暖かくしてお過ごしください。以上、天気予報でした。次の交通情報と、次の交通情報は6時15分頃お伝えします。
FM 相模 83.9MHz 古谷香織の金曜ハミングをお送りしています。さあ今日のメッセージテーマは手作りということでね、皆さん手作りエピソードを送ってくださっています。早速ご紹介しましょう。ラジオネーム、サーキットのおかみさんからいただきました。初めてですかねメッセージいただくの、ありがとうございます。手作りといえば、僕の兄は津久井に自宅になるログハウスを自分で建てましたよ。休みの日に友達に手伝ってもらいながら手作りで作ったんですよ。すごいでしょう。ということで、すごいですね、自分でログハウスを建てちゃった。うわー、いいですね。なんか自分の作ったね、そういったログハウスでのんびりとね過ごせるっていうのはいいですね。羨ましいな。自然もいっぱいで気持ちが良さそうですよね。サーキットのおかみさん、ありがとうございます。さあそれから青鬼さんからもいただいています。誕生日にスキーケースやセーターをいただいたことがあります。気持ちのこもった手作りものは嬉しいものですね。自身で作ったものは昨年の夏に仕事の陳列用にミニいろりを作ってみました。和小物を扱っているので面白い陳列になりましたよ。ということで、自分でミニいろりを作ったんですね。いろりね、すごいじゃないですか、ね、見てみたい気がしますけれども。で、誕生日にスキーケースやセーターをいただいたことがある、ね、こういうのもやっぱり嬉しいですよね。手作り、なんか自分のことを思って時間をかけて作ってくれたんだなっていうのがね、分かりますからね。スキーケースだって相当大きいでしょ。スキー板を入れるんだもんね。それだけの時間をね費やしてくれて自分のために作ってくれるっていうのはやっぱり嬉しいですよね。青鬼さん、ありがとうございます。さあそれからリンリンってピカリンさんからもいただいています。ありがとうございます。手作りのプレゼントをいただいたことはありません。プレゼント自体あんまりいただいたこともありません。でも心がこもっていればどんなものでも嬉しいですよね。私は相手が笑ってくれる、喜んでくれる、それで笑顔になってくれると思いつつプレゼントや差し入れを持っていくのですが、皆さんすごく素敵な笑顔なんですよね。私にはその笑顔が一番素敵な手作りのプレゼントです、という、ね、素敵なメッセージ、ね、喜んでくれたその笑顔、見せてくれた笑顔が何よりの一番の素敵な手作りのプレゼント。素敵じゃないですか、こういう、ね、風に思えるっていうのは、ね、やっぱりリンリンってピカリンさんならではの感性なんじゃないかななんて思うんですけれども、やっぱりプレゼントもらうのも嬉しいですけれども、誰かのために選んでいる瞬間っていうのも本当楽しいですよね。なんかあげる人のことを思い浮かべて、どんなものだったら喜んでくれるかなとか、ね、あの子だったら何が似合うかなとか思いながら、いろいろ考えながら、ね、決めてる瞬間、買い物してる瞬間、私も好きですね。ありがとうございました。リンリンってピカリンさんからのメッセージでした。さあそれからオイラタキオンユーボーさんからもいただいていますよ。ありがとうございます。オイラの手作りの思い出というよりも、最近はよく料理を作っています。まさに男の手作り料理ですね。ただ自分で作って自分で食べる、なんとも味気のないものですけど、時に美味しくできた時には結構達成感というか満足感が湧いてきて楽しいです。これからも手作り料理がちょくちょく続くのだろうな。まあしょうがないかということでね、でもいいじゃないですか、男の手作り料理ね。なんかちょっとかっこいい感じがしますよ。なんか調味料とかも測ったりなんかしないで全部目分量みたいなこう塩とかもつまんだ感触でみたいなね、なんかそういう大雑把な感じが男の料理っていう感じがするんですけど、どうでしょうかね。どんなのを作るんですかね、自分で何でも手作りで料理とかもできてしまう男性っていうのも素敵だと思います、ね、これからも美味しい料理作ってください、ね、オイラタケオンユーボーさんもメッセージありがとうございました。
さあ、まだまだ皆さんからのメッセージをお待ちしています。今日は手作りに関するエピソードです。メールの方は839@fmsagami.co.jp 839@fmsagami.co.jp、 ファックスの方は 042-776-0839 042-776-0839 です。こちらの方までお寄せください。お待ちしています。さあ、1曲お届けしましょう。ミュージックボックス、2週目パーソナリティ、チャクラの2人の曲です。チャクラでダンデライオン。冷たい雨に負けないよ、騙されるように。どこへ行くのかはいつでものらりくらり。翼はいらない上昇気流に乗って飛び立てた。10時からのミュージックボックスは2週目ということでね、今歌を聴いていただいていますチャクラの2人がパーソナリティ担当しております。ぜひね、今夜10時からのミュージックボックスもお楽しみください。お送りした曲はチャクラでダンデライオンでした。6時15分、まもなく30秒になるところです。 FM 相模839、交通情報をお伝えします。まずは相模原とその周辺の道路状況です。はじめに中央自動車道下り方面へ向かう車、八王子ジャンクション付近で4キロの渋滞。その他一般道は国道16号線、八王子方面へ向かう車、大野台で1キロ、八
橋本駅南口入り口でも1キロの渋滞です。国道129号線八王子方面へ向かう車、橋本御座路で1キロの渋滞。おしまいに町田街道、相原方面へ向かう車、相原で1キロの渋滞となっています。続いて電車の情報です。この時間、相模原とその周辺の鉄道各線、大きな遅れの情報は入っていません。ドライバーの皆さん、この後も安全運転をお続けください。以上、交通情報でした。次の交通情報は6時30分頃お伝えします。FM 相模 83.9MHz 古谷香織の金曜ハミングをお送りしています。さあ、今日のメッセージテーマは手作りということでね、メッセージいただいています。ご紹介しましょう。千田高さんからいただきました。ありがとうございます。手作りを推奨する自分としては、これにかなうものはないと思ってます。例えばバレンタインデー、確かに有名ブランドのチョコレートを購入するのも手だと思いますが、やはり手をかけて心を込めて手作りしたものにはかなわないと思っています。それがたとえ見た目が悪くても、たとえまずくても、受け取ってもらう人のことを考えて作るわけですから。他にもセーターやちょっとしたポーチなども、やはり手作りが一番だと思います。なんといっても世界に一つしかなく、しかも自分専用ですよ、ということでね。千田高さんはご自身でね、お菓子を作っている洋菓子屋さんをね、北海道でされている方で、やっぱりそうですよね、手作りが一番って思いますよね。そんな千田高さん、今日から月曜日まで紋別観光流氷祭りが、開催されています。そのオープニングイベントで、毎回ですが、ここの中学校の和太鼓が披露されます。うちの次男坊も叩くので、ギャラリーしに行ってまいりました。今年の流氷祭りは例年にはない暖かい、晴天で大変良かったです。いつもは寒くてとてもじっとしていられない状況ですが、今年は素手でカメラを構えていられるくらい暖かかったですよ、ということで、北海道ね、ユーストリームで、ね、ご覧いただいているということで、北海道の方なんですが、北海道は晴天なんですね。こちらね、相模原の方では大雪、雪がたくさん降っているんですけれども、ね、不思議ですね。あったかかったですということで、流氷祭りにね、息子さんがね、すごいですね、和太鼓を叩かれたんですね。それはやっぱりカメラを持って行っちゃいますよね。さあ、千田高さん、メッセージありがとうございました。さあ、そしてですね、先ほどメッセージをご紹介しました相模原4丁目の佐藤さんからもう1通ね、いただきました。先ほどの呼びかけありがとうございますというね、お話と、あとチョコレートの話題、チョコレート今安いですよ。ロッテのガーナチョコレートと明治のチョコレートが1箱88円で売ってます。
安いですね、随分88円。もちろんバレンタイン用に包装もしてくれます。またリボンのワッペンも貼ってくれますよ。チョコレートをばらまくとお友達たくさんできますよ。さあ、男の人も女の人も手紙を書いて自分の気持ち思いを添えると、その人に温かさが、その人に伝えられますよ、ということでね、ありがとうございました。88円って言ったらだいぶ安いですもんね。チョコレート好きの私にとっては買わなきゃって今すぐ買いに行きたいなんて思っちゃいますけれどもね、ありがとうございました。さあ、こんな感じでですね、まだまだ皆さんからのメッセージをね、お待ちしておりますが、もう一つじゃあご紹介しましょうかね。時間の方もまだ大丈夫なようなので、もう一通ご紹介したいと思います。ラジオネーム曲がるうさぎさんからいただきました。こんにちは、いつも楽しく鹿児島から聞かせてもらっています、ということで、ね、先ほどのちたたかさんは北海道の方でしたが、今度はユーストリームで鹿児島から、南からね、南の方から見てくださっている、曲がるうさぎさん、ありがとうございます。最近は工具の道具とかは修理の時に使うくらいで、手作りしたものはありません。ふと見回すと父が使っている本棚、これは私が中学の頃に作ったもの、うん、それなりに強度を意識して組み立てた本棚で、決して大きくないのですが長持ちしているみたいです。なんだか両親が大事に使ってくれていることに感謝です。暖かくなってくるのかな、早く桜の開花情報とか聞きたいものです。なんせ私寒いの苦手ですから。春になると桜の開花もそうですが、鹿児島から新大阪が、新幹線で一本につながりますね。新幹線桜も楽しみです。そんな大阪からも放送後に居酒屋さくらのママさんが登場するとか、桜の到来の前にさくらママさんも、ということで、そうなんですよ、FM 相模のねラジオの放送が終わった後のね、ユースト限定配信の時にね、さくらママさん登場されますので、ユーストリームをご覧の皆様、そちらの方もお楽しみにしていてください。さあ、そんなさ、曲がるうさぎさんからはですね、リクエストをいただきましたので、こちらの曲をお届けしましょう。キムビアンカ向谷クラブでさくら。淡い瞬き
2月21日には完全版の、ね、CD も発売されるということで楽しみです。お送りした曲は曲がるうさぎさんからリクエストをいただきました。向谷クラブキムビアンカでさくらでした。さあ続けてもう一曲お届けしましょう。変わっては私古谷香織であの頃の未来に風を連れて。古谷香織であの頃の未来に風を連れてお送りしました。 CM の後は交通情報と天気予報をお伝えします。6時30分を回りました。 FM 相模 83.9MHz 古谷香織の金曜ハミングをお送りしています。それではここでこの時間の交通情報と天気予報をお伝えします。まずは相模原とその周辺の道路状況です。はじめに中央自動車道上り方面へ向かう車、八王子料金所で3キロの渋滞。その他一般道は国道16号線横浜方面へ向かう車、橋本駅南口入り口で1キロ、八王子方面は相模大野で1キロ、大野台で1キロの渋滞。
国道129号線八王子方面へ向かう車、橋本五砂路で1キロの渋滞です。おしまいに町田街道、横浜方面へ向かう車、町田市役所前で1キロの渋滞です。続いて電車の情報です。この時間、相模原とその周辺の鉄道各線、大きな遅れの情報は入っていません。ドライバーの皆さん、この後も安全運転をお続けください。以上、交通情報でした。続いて天気予報です。現在、相模原を含む神奈川県に大雪着雪注意報が出ています。12日明け方まで続く見込みで、平地では最大降雪量5センチの見込みです。相模原の今夜は雪でしょう。今夜この後の1ミリ以上の雨または雪の降る確率は 70% となっています。続いて相模原の明日は曇り時々雪または雨でしょう。明日の1ミリ以上の雨の降る確率は朝6時まで 60%、 午前中は 40%、 お昼から夕方までは 60% となっています。明日朝の予想最低気温はマイナス1度、明日日中の最高気温は7度の予想です。明日の朝も厳しい冷え込みとなりそうです。皆さん、あったかくしてお過ごしください。以上、天気予報でした。次にお届けするのが今日最後の交通情報になります。6時45分ごろお伝えします。さあ、ここで1曲お送りしましょう。現在活動休止中ですけれどもね、イソッチの曲お届けしたいと思います。磯ゆう子で奇跡。壊れかけの心と重たい足を引きつって歩くことを諦めかけた冬の日、さりげなくそばにいて背中をそっと押してくれた。今のままの君だって歩いて行けるよと、あなたの
送りした曲は磯優子で奇跡でした。ここでこの時間のニュースをお伝えします。目黒区の夫婦殺傷事件、捕まったのは夫婦とは面識がないという65歳の男でした。東京目黒区の住宅で大原道夫さん87歳が殺害され、妻が負傷した事件で、昨日逮捕された福島県いわき市の自称無職木村義明容疑者65歳は、金が欲しかったなどと供述しているということです。警視庁は先ほど木村容疑者を殺人などの容疑で送検しました。雪の3連休です。強い冬型の気圧配置となった今日、西日本から東日本の広い範囲で大雪となるなど荒れ模様の天気となりました。この雪のため今日は阪神高速が大阪府内の全線で通行止めになったほか、各地の高速道路で速度が規制されるなど影響が出ています。これから明日にかけて太平洋側の平野部でも大雪になるところがある見込みで、気象庁では警戒を呼びかけています。今日昼前、霧島連山の新燃岳で8日ぶりに爆発的な噴火があり、噴煙は上空2500メートルに達しました。反政府デモが続くエジプトでは10日にムバラク大統領が辞任するという情報が流れましたが、演説した大統領は権限の一部をスレイマン副大統領に委譲するなどと述べるにとどまり、結局辞任の表明はありませんでした。大統領が辞任を表明するという情報が広く流れていたこともあって、反大統領派の市民は反発を強めています。一方、アメリカでもムバラク大統領が演説する前に CIA 長官が辞任の可能性が高いと公言するなど、アメリカ政府機関のエジプト情勢の分析や対応に混乱が見られます。エジプトでは11日金曜日、日本時間の今夜に再び反大統領派による最大規模のデモが予定されています。北方領土の問題をめぐって急速に関係が悪化する中、日本とロシアの外相会談が始まりました。モスクワを訪問している前原外務大臣は先ほど午後5時からロシア外務省の別館でラブロフ外相との会談に臨んでいます。